どんぶりプリン。さあ、ここ本当ね、スイーツバーなんですよね、楽しみですね。どちらからいらっしゃったんですか。あ、本当近所ですね。あ、そうですか。じゃあここのところです。シャレだ。沈んでくると思います。お疲れ様。お願いします。大きさがちょっと伝わりにくいですけど、そんな感じで、まあ、非常に丼大きいです。丼ぶりに会長、お、行ってった。言うてごたえ、なんか結構硬そうな感じだね。お卵たっぷり、おすごい、結構ハードな。下にちゃんとパラメーターが入ってて、警察で行こうとしたらもう来ちゃって、いやいいな、めっちゃ遠くで見つけてる。敵はこっちに気がついてない。いや近かったら無理じゃ、大変です。戦うしかないまず撃ったんすか。止まんねえっすか。敵と不意に失縮してしまった場合の場合になっちゃう。やるしかないじゃないですか。でもあれなんでしょう、オートで先行して接触したのに RCB に打たせたの。どういうこと。オートでだから、もうスルスル入ってくるな。 RCB の援護下で打ったってことですから。 RCB は結構切ってた。 RCB は絶対いなかった。 21年絶対いなかったです。米兵がちょっと走ってるようにして曲げてたけど、なんかでの不倫だと思います。ちょっと反応しなかった。確かに一応最初みんな上げてますよね。米兵とか言うの投げてもしたくないじゃん。そういうのここに投げてみた。チーズケーキもおしゃれ。どういう搭載の内容にするかみたいな。ソースが2種類、でも私一回雪上の石膏行ったんで、うちは今日きついかもしれない。雪上の石膏マジ強い。夜行ったっしょ。結構髪が強い。で体勢立て直して一人、みんないなくなったのみんなの後を追いかけて逃げる。全然違うね。これやってないですけど、吹き上げがめっちゃ強い。こっちの方がちょっと渋みがある感じで。楽しいけど、結構あれしっかりと。いや、どっちもうまい。サラミチョコ。これは普通のサラミとチーズなんですけど、これがサラミチョコってなって、まあ、チョコ、まあ、ナッツとか言ってサラミっぽくしてる。4階だから無理だ。サ
こういうお菓子になりますね。コンポートっていうの、あ、なるほど。